今日はですね、釜石から特別な、ゲストスピーカーをですね、お招きしております。この後、高橋和義先生にお渡ししますけれども、ですね、皆さんお隣の何人かの方とおはようございますと手の届く範囲で結構ですね、挨拶していただきます。おはようございます。はい、皆さんおはようございます。簡単に、紹介させて、いただきます。ですね、私たちの教会、また家族で、長年、遠くでの震災以来、ボランティアに行ったり、あるいは集中的に、ボランティアの子どもたちを連れて、してる期間がありました。で、その後でですね、震災から2年ほど経った時に、こうそれまでと同じようにこう頻繁にこう東北に行くことができなくなってくる中で、現地にある教会あるいは活動している方たちと連携してこう支援を続けられたらなというふうにこう願いを持っていました。特にですね、いろんなところ行きましたけども、釜石の、浜、町の方たちとすごくこう仲良くなって、そこでこう関係がプツンと切れてしまうのがすごくこう残念に思えたんですね。で、祈っている中で、こう船の右側、今日も中央に記事が、高瀬先生の奥様の証の記事が、載っていますけれどもですね、高瀬先生がお証が載っていたんですね。で、2016年だったと思うんですが、家族を連れてぜひこの高瀬先生にお会いできたらと思って、伺いました。それからもう一つは、クリスマスに、岩渕真さんを迎えしてコンサートをしますけれども、友人である岩渕さんもですね、東北の出身なんですが、特にこう釜石での活動にずっとこう支援活動をされてたんですね。で、そういう関係の中で、高橋先生と連絡を取って、一度こうお会いしたいんですけどもということで、お会いしたのが、です4年ぐらい前になるでしょうか。で、ちょうどその時高橋先生もお働きのちょうど節目を迎えていて、それまで、働いていた団体から今度は釜石市の社協、社会福祉協議会の方に軸足を移してですね、活動される、ちょうどそういう矢先だったんですね。で、牧先生も、立川で牧先生も長くなさっていて、祈りの中で震災の後に、ですね、これからの人生を、被災された方のために、ですね、使っていきたいということで移住されて、そしてその高橋先生とお会いして、こう先生の活動を見ていた時に、本当にこう地元の方たちと、友人になってですね、親しい関係を作って、教会あるいは牧師の立場はなかなかこう手の届かないところにも入っていって、こう素晴らしいこう働きをされて、すごくこう心を打たれたんですね。で、その後何度か、最近では今年の3月に岩渕さんがコンサートをなさるということを聞きまして、じゃあぜひ岩渕さんに行かれる機会にですね、こう3人で一緒に会う機会となかなかなかったので、友人である岩渕さん、それから高橋先生と、一緒にこう、釜石市のいくつかの場所をコンサートしながら、こうまあ、そういう機会も与えられてきました。で、教会のいろんなこう働きをしています、海外の支援をしたり、それから地域での活動、この教会として活動したりしています。でも、こう一つに、私たちのこうビジョンの一つに、東北での働き、選挙の働きをこれからも
何らかの形で続けていきたいという願いがあるんですね。でそのためにこう大切なのは、そこで実際に、根を張って活動されているクリスチャンの方たちを通して、そのあたりを支援する形でですね、宣教の働きに関わってくることが一番効果的だというふうに考えています。で、高橋先生の出会いも、また岩橋先生さんとの関係も、そういった意味で神様がこう導いてくださった関係で、これからも大切にしていきたいなというふうに思っています。で今回、ですね、前以前からですね、ぜひお招きしたいと思ってなかなかこう機会がなかったんですが、東京に来られている時に、伺ってもいいですかという、声をいただいて、ぜひ来てください。出てきたらメッセージと、していただいて、また緩和しての現況というか活動もご紹介していただけたら、幸いですということをお願いしました場合、喜んでいるということで引き受けていただきました。拍手を持って、高橋和也先生をお迎えしました。皆さんおはようございます。横に広いですね。そうですね。こんなにカジュアルな教会ならばネクタイなんかしてくれない。ネクタイしてるのは私だけですね。はい、そうなんですね。厳粛な教会だったらいけないなと思って、牧師が大抵いろいろ考えまして、最悪の場合を考えて、服装計画を立てるものですから、こんな格好してきて私だけなんか浮き上がってる感じですよね。はい、皆さん改めて、いつも お祈りに覚えてくださって、先生方を、ご家族をはじめ教会の兄弟姉妹方皆さんがですね、釜石のために何度も足を運んでですね、遠いところで普通に走れば車で全然ノンストップで行っても7時間8時間っていうところなんですね。でそういうところにですね、震災直後からおいでくださったということをお聞きして、本当に私 の道路者だなと、最初から親しい思いを持ってですね、先生と、接する機会をいただきました。本当にありがたく思っています。で今日は、ネクタイ取ろうかな。暑いしね今日はね。はい、楽ですね。お明かししたいと思います。岩手沿岸部でこれまでしてきましたことをですね、少しくお話をしまして、また続けて皆さんのお祈りに覚えていただけたら、感謝だと思ってお話ししたいと思います。最初に何度もですね、今先生が浜町のことをですねおっしゃいました。浜町は釜石市 の一番古い町ですね。完全な漁村だった時、新日鉄だとかね、こう工業化する前の、漁村だった時からの中心の町なんですね。でここに一番大きな神社もありますし、昔はそこに、北の方からですね、街道を通って豊坂峠という峠を乗り越えて、そして降りてきたところがこの浜町、すごく伝統的な釜石市の古い町でありまして、明治期にはですね、ロシア正教 の、ニコライ先生っていうね、ニコライ堂ということで有名な名前も残ってますけども、ニコライ先生何度も釜石市の方まで伝教なさっておいでになった、その時のことがですね、ニコライの日記に残ってましてね、それ釜石市の部分を読みますと、豊坂峠を馬で乗り越えて霧の上を歩けるようなほど濃い霧だったって書いてあるんですけどね、降りてきたところがこの浜町なんです。でそこに先生方ご家族と一緒に、また教会の皆さんと一緒に何度も、特に若い方なんですね、おいでくださったと聞いていますけども、ここに来て被災直後の皆さんをとても励ましてくださいました。本当にありがたく感謝いたします。おいでになったことがある方1回でもどのぐらいいらっしゃるんでしょうか。十分ね、おいでくださって本当にありがとうございます。これは皆さんお見せしているのは、この間3月に、先生方おいでくださった時に、岩渕さんと私どもと一緒に
会合した時のですね、写真ですね。でこの人、自治会長さんで高橋、私立川高橋なんですけど、何の関係もないんですけどね兄弟って言われるんですけど、この辺を見てですね兄弟って言われるんですけども、正一さん、この間ですね、何を思ったのか市議会議員選挙に立候補して当選しました。ああ、今市議会議員です。釜石市の力のある人になってですね、いいことだなと。もう80超えてると思うんですけどね、やる気満々で。ちょっとこれはオフレコなんですけども、ちょっと役所の皆さんから苦手がられている人ですね。はい、浜町にはですね、浜町の復興住宅ですね、これ釜石一番最後に完成した、これで完成46箇所の復興住宅ができたんですけど、最後にできた復興、これまだ建築中の写真なんですけども、大きな復興住宅もできた、そういう町であります。で、これは元の被災直後の、でもこれでも随分片付いた時の写真なんですけども、おいでになった皆さんは多分こういう光景に思い出があるんじゃないかなと思いますけど、今はかさ上げ工事ができまして、また海からの津波が来た時にはそのかさ上げした部分で、この防潮堤は建てないけれども、かさ上げした部分で、津波を防ぐようにという意図で、この辺が全部ですね、元はなかったところです。ちょっと見てもよくわからないんですけども、この部分がですね、かさ上げ工事が行われました。でこの写真を見ると、これはかさ上げ工事の元の古い、地面ですねの高さなんですよね。そこからかさ上げ工事がどんなに高いかということですね、ご覧になってわかると思います。これはかさ上げ工事の上から浜町を見たところですね。この浜町の光景は記憶にある方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、今浜町ですね、こんな様子です。で私の自己紹介をですね、まだしてなかったので、紹介したいと思います。埼玉県狭山市ですね、55年だに、生まれました。何歳かも計算してください。あ、もうすぐ私誕生日です、11月の22日で。はい、プレゼントは年間受け付けてますの で, で高校時代にイエス様をね、川越という町でイエス様を信じまして、救いをいただきました。そして伝道者になってからは、私は農家の長男坊で跡取り息子だったんですけども、親を悲しませながらですね、牧師になりまして、ハイビエーというですね、高校宣伝部の団体で5年ほどスタッフをいたしまして、その後結婚をして、そしてその後浜田山キリスト教会、杉並区の教会ですけども、そこで6年、そして立川にいたのが19年で一番長くて、割り方は皆さんの近くに長いことおったので、もしかしたら皆さんと会ったことが、すれ違ったことがあったのかなというふうに思います。そして2011年、皆さんご存知の通りの被災がありまして、被災地への飯をその時に受けました。そして準備の期間に蓮田の教会の協力牧師をさせていただいたり、それから DRC ネットって今もあるんですけども、クリスチャンの支援団体の横のつながりですね、連絡機関ができまして、そこの事務局長を3年ほどいたしました。そんなことを経ながら被災地に参りました。最初は OMF っていうですね、宣教師の団体なんですけども、 OMF の岩手支援プロジェクトのスタッフとして2年、2012年からですね、2年間働きまして、それからJECA という私がもともと属している団体が、そのプロジェクト、岩手支援プロジェクトを引き継いで教会改革という形でですね、伝道を続けようということで、一歩一歩という支援団体の団体の名前を付けまして働きを始めましたので、私は引き継いで現地の責任者として働きまして、2016年までですね、2年間働きまして、合計これが4年間で、今日私たちの目的は包括的福音宣教というと難しい名前なんですけども、つまり伝道っていうだけでなくてですね、人々の必要に応える、人々が困っている、それに教会として手を差し伸ばして社会的な責任をちゃんと果たしていく、その社会的な責任を果たすことを通してつながり作りをし、信頼関係を結んで、そしてその信頼関係を通して福音を伝えるというですね、その両方が宣教なんだ、
社会的責任を果たすことと伝道すること両方が伝道なんだ、宣教なんだという考えに基づいて働きを続けました。でその当時はですね、ボランティアセンターを作りまして、これは、山田の町で作ったカフェですね。そしてこちらは釜石に作ったボランティアセンターで、大勢のボランティアの方が来て寝泊まりしていただきました。物資の支援もありました。お米とか、本当にこう必要不可欠のものをお届けしたのは被災直後1年2年で、それからだん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 ですね、野菜の苗とか、それから、こう踊りのですね、フラダンスのスカートとかですね、そういうの必要なのかなと思うかもしれないけど、これすごく大事なんですね。支援物資として心の潤いというんでしょうか、そういうもの全くなく何年も過ごした方たちにとって、女性のネイルアートとかですね、それからその、装飾品のこうクラフトとかですね、そういうものがだんだん必要になってきて、必要なものもどん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 変わっていくんですね。そういう物資支援いたしました。でカフェには大勢大勢おいでくださって、正確に数えなかったんですけども、おそらく全部で3万人ぐらい、延べ人数ですけども3万人の方たちがおいでくださったと思います。毎週火曜日から土曜日まで10時から5時まで毎日毎日全く行くところのない、全部流されてしまいましたので、何にもないところにカフェを作って、もう被災地の、焼け野原の辺のところにポツンと忽然とカフェがあるんですね。そこに皆さん朝も午後も夕方も一日に3回もおいでくださる方もあったりしましてですね、本当に人々の場を求めているそういう時期でありました。それから仮設団地にお茶っ子サロンをしに行きました。広い範囲で何十もの、仮設お茶っ子サロンをやりました。それから子供たちがね、親がもう職を失ったので、お父さんもお母さんも若いお父さんお母さん働いて、夕方にならないと子供が帰ってこないので、子供たちがずっとこう放置されてますので、その子供たちを遊ばせたり、宿題をやらせたり、そのプログラムもやってきました。それから毎月11日は月命日って一般の社会では言って、皆さん何か特別な心になるんですけども、私たちのところでも追想を歌う会といって、もう湿っぽい涙はやめよう、むしろ歌をって言ってですね、昭和 の歌謡曲なんかをみんなで歌ったりいたしました。それからコンサートを開いたり、これは岩渕ちゃんが来てくださっていますね、コンサートを開いたり、クリスマスの集いには、これは地元の方たちも歌で出演してくださったりとかですね、地域の方たちと一体になってクリスマスを一緒にお祝いしました。でウクレレ会は今も続いていますけども、そして岩渕さんは3ヶ月4ヶ月に一遍ずつ必ず来てくださって、特別なクリニックをやって、弦の押さえ方だとかですね、構え方だとかですね、演奏会を開いてくださったりしまして、教えてくださっています。このウクレレ会昨日もやってきました、はい、それから個人伝道を通して、聖書を教えして、興味のある方たちに、福音を伝えるということも並行してやってきまして、三陸のぞみキリスト教会という教会を改革して、解消することができて本当に感謝です。このおばあちゃんはですね、被災者の方なんですけども、今度教会をこの地域に作ることになったと。で元々はですね、スタッフのためのスタッフ礼拝っていうのをやってたんですね。そしてだん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 日曜日にもう私たちが集まっていることを地元の人たちが見るわけです。でもカフェは火曜日から土曜日までなので、日曜日は私たちだけで集まっていると、地元の人たちが日曜日も集まってるべ、自分たちだけで集まってるべって言ってですね、ああ集まってます、なんで俺たちは来ちゃいけないのってこう言うんですよね。スタッフのね、あちこちから来たクリスチャンばかりだから、スタッフの礼拝だけやってたんだけど、もしそれでよければ来てくださいよって言ったらですね、喜んで礼拝においでになって、お昼のカレーを食べるのが一番楽しみっていう感じだと思うんですけどね、おどんだとかカレーがね目的で、とにかくにこやかにね、人の悪口言わないで、ブツブツ言わないで、泣いたりしないでですね、みんなでおいしくなんか食べて、歌を歌ってね、そして解散していくことができるっていうことは、もう被災以前からもう本当にこうお年寄りのお一人で住まってらっしゃったり、高齢で独居の方がたくさんいたんです。でそういう環境の中でいたもんですから、もう教会に行くとみんなで食べられるね。
一緒に笑える、ね、楽しめるっていうことは、あの被災地の方たちにとってはそれだけでね、私たちにとっては当たり前のことなのに、それだけで本当の魅力なんですね。この世の中でですね、そういうものを提供できるのは本当に教会だと思います。そう思いましたね。それで日曜日、いや来てくださいと言ってるうちに、あの教会を作ることになったんだけど、正式にね、教会の名前をつけたいんだけどと言ったら、皆さんがあのアンケートにね、あの応募してくれて、で地域の人が50通ぐらい教会の名前、浜百合教会とかですね、潮風教会とかですね、いろいろなかなか地元らしい名前の候補があって、このおばあちゃんがですね、紙は出さなかったんですけども、あ、私たちのこの町にも望みがないよ、自分にも望みがないんだ、でもしこの町に教会がこうやってできるならば、その教会には望み、名前に望みが入っててほしい、ないんだから、せめて教会には望みが入っててほしいっておっしゃったんだ。じゃあ私はもうこれで決めるしかないなと思って、ね、三陸望みキリスト教会という名前にして、この人はだからクリスチャンじゃなかったんですけど、その後クリスチャンになってくださったんですけど、その時クリスチャンじゃなかったんですけども、教会の命名者です。地元の人に名前を付けてもらって始まった教会っていいでしょ。いいですね、勝手に始めないでね、どうです名前付けてくださいって言ったら、みんな喜んで、応じてくださったんですね。でこれが最初の山寺の礼拝、そしてこれは釜石の礼拝です。で津波以前の岩手沿岸部のですね、状況をちょっとご紹介しておきたいと思います。プロテスタント教会は8つですね、伝道所が1つありました。まあ、沿岸部というのはつまり海に接している市町村というんですね。でこれは内訳ですね。私のいる釜石には日本キリスト教団の教会と聖公会の教会が2つあります。これでも多い方ですね。そして教職者は7人、驚くべきことに宣教師は0人、宣教師いなかったんですね。岩手県にですよ、これはあの沿岸部だけじゃなくて、岩手県に宣教師いなかった、津波の前。教会員は全部合わせても170人、ですから沿岸でもう一つの教会が誕生した、三陸のぞみキリスト教会が誕生したということが本当に喜びで、内陸の先生方もとても喜んでくださいました。今まで内陸の教会がね、沿岸の開拓伝道だと言って何度も入っては諦めて撤退、やっては諦めて撤退ということを繰り返してきました。そして沿岸で一つの教会ができたということをとても喜んでくださいました。その私にですね、大きな転機が現れたのは今から4年前ですね、2016年の3月に支援団体一歩一歩の責任が終わったんですね。で私は東京に帰るんだな、あと何かやるといえば東京に帰るんだなと思ってたんですけれども、そうしたところですね、皆さんに釜石の方たちにさよならを言って回って、お別れを言って回って、あの送別会まで開いていただいてですね、市の人たちが送別会開いてくれたんですね。花束、こんな立派な花束で、ね、どうもありがとうございましたって言って、私どうもお世話になりましたってもらっちゃったんですよね。もう帰るしかないじゃないですか。ところがそこになってからね、今の私の上司の社会福祉協議会の課長さんがね、高橋さんほど人の名前と顔が分かってる人は地元の人以上に分かってるのはあんたしかいないんだよ、だからもしあなた社協はダメなの、社協で働いてもらうわけにいかないの、その経験生かしてって早く言ってよってね、思うようなオファーが来たんです。で私は元からですね、私はこのような伝道を考えてたんですね。牧師が私長い間東京で伝道牧会やってた時にですね、大体教会にいましたよ。出かけると教会の会議でしたよ。大体ほぼ 90% 以上クリスチャンの人と会ってました、牧師が。だから教会、クリスチャンのコミュニティの中にこもって、ね、こもってたようなもんですから、ね、世の中の人から見ればなんか古い羽ペンかなんかで古代文字にも書いてそうなんですね。そんな風にきっと見えてたと思うんです。でも
この釜石に行って被災地で皆さんと接して、実際にそこに出かけて行ってお茶を飲んで一緒に歌を歌ってギターを弾いて、そしてそういうふうな形を通して少しずつ信頼関係が結ばれると、いつも私の牧師です、教会から来ました、教会の改革ですっていうふうに言いますので、みんな知ってるわけです、そのことは。そのうち向こうから聞いてきますね、向こうから聞いてきますよ、こちらから語ろうとしなくても。で、私は大反省したんですよ。私は東京にいた時に伝えよう伝えよう語ろ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 う伝えよう伝えようと一生懸命してました。でもそれっていうのは、あの洋服屋さんの中に入っていって、お客さんとして入っていくと、すぐ店員がペタッと張り付いて、何かご用命でしょうか、いやこれなどお似合いですよなんて、あの余計なことするお店がありますよね。あれとそっくりだったんじゃないかなと思うの。そう思いませんか皆さん。まだ心の準備もできてないし、何の備えもできてないのに、教会が問題、あわよくばなんかこう聖書を開いて御言葉一つでも読んでね、何とかしてこう語ろうとする。でも伝えよう伝えよう語ろう語ろうじゃなくて、使えよう使えよう使えようとする間に関係ができて、伝えようと伝えようとしなくても聞かれて答えるんです。私は4年間ですね、その経験したんです。だから私は最も効果的じゃない伝道を長い間東京で牧師を届けしていたんだということを言ったんです。私はどこの教会に行ってこの話をしてもですね、ぜひお勧めしたいことはですね、皆さん方の教会で、ね、ぜひそういう教会になったらどうですか、どうですか、いいと思いますよ。なんとかしてね、もうチャンスを見つけて無理にでも語ろう伝えようとしている教会よりも、使えている教会は人々から聞かれるんです。人々は寄ってきますよ、自分から進んでやってきます。でそれで私は牧師は社会に入った方がいいと思いました。社会に入って社会福祉協議会に私は雇われて、まあ機関職員ですから毎年毎年の契約なんですけども、給料もくれますよ。私はいろんな人に出会いに行くんですね、はい、ガソリン代は社会福祉協議会が出してくれますよ。車も軽自動車ですけども、ベンツは買ってくれないんですけど、軽自動車ですけども、社協の車で私毎日動いてますよ、月曜日から金曜日、電動費いらないの。それで人々と接する機会は満載してるんです、日常にあるんです、自分が出ていくから。そこで関係が結ばれて、それを通してイエス様のことを伝道していくということが、少しずつ少しずつ今7年8年目になってきましたけども、できるようになってきました。ですから、あの課長がですね、私にあのお別れの日にね、もうちょっと残ってくれないって早く言いなさいよっていうようなね、あれを言ってくれたっていうことが、私にとってですね、私自分で計画してできないことだったと思います。本当に神様の計画で、ビジョンを胸にして、さらに一歩もっと踏み出す機会になったんです。神様が与えてくださった機会になりました。私は本当はね、正直に言いましょう、その時に、ね、牧師の立場も離れることになるでしょ。何々教会って名乗れなくなるじゃない、未だに名乗れないわけですよ。だからなんであのこうプツってあの糸の切れたタコみたいね、糸の切れたタコってわからないでしょ。後で先生によく聞いてください。タコね、タイト、はい、で糸が切れるでしょ、カイトはさよならどこまでも飛んでいってしまうじゃないですか。どこに行っちゃったんだろう、糸が切れて元から離れてね、教会との関係はそうなると思ったんですね。私は牧師と名乗れなくなる、寂しい、仲間の牧師たちとも離れるし、いろんな会合にも出なくなるしね、孤独感っていうのはきっと襲ってくるだろうって、もうその時点ですぐ分かりました。である牧師はですね、私の仲間たちは私のことを心配して、高橋が何を土地狂ったのか、牧師を辞めてしまった、証明はどうしたんだ、
使命から離れて一般の職についてしまってね、本当に神様の導きと証明を離れて、やつは教会から離れていったと言った人もいました。私の気持ちはそんな気持ちは全くないんですよ。むしろ私は教会の働きとして導かれて、もっとね踏み込んでいって、教会の働きをもっと踏み込んでいってする気持ちになっていました。私は分かってるんです。でも多くの人が心配してくれて、私の行動をですね、本当に気概の歌だってするんですね、言ってくれて、中国市に来て、釜石まで来てくれた人がいます。ありがとう本当に。でも私の心はこのことです。本当に福音を全体として伝えたい。ただ概念じゃなく、概念じゃなく、本当にキリストに救われて、イエス様の愛にあふれて、癒されて、慰められて、力をいただくと何が可能になるのか。クリスチャンが聖書の御言葉に触れて、どんな力が湧いてくるのか、それを生きて表し、生きて示す、福音を語るんじゃなく、福音を見せるんです。福音を生きて見せる、それが先です。そうすれば人々はイエス様を信じるとどうなるか先に見るんですよね。安心感があるでしょ。クリスチャンになるとどうなるのかということを先に見る。この福音宣教にさらに一歩を踏み出すということにして、寂しさもありましたし不安もありましたけど、踏み出すことにいたしました。先生、私何時に持ったんですか。12日まで。あ、足りなければもうちょっと。いやいや、そんなに喋るとみんなから嫌われる。もうそろそろやめなきゃいけないんですけど、聖書もまだ開いてないので、ね、安心してください。聖書開きますのでね、大丈夫ですか。牧師なんか自分の喋ってことばっかり喋ってね、聖書も開かなかったなんて後で言われるといけないので。現在の避難者こんな状況ですね。一番多かった時の数字が上の段で、それからこの間つい復興庁の出している最新のデータがこれなんですね。岩手県でもまだ2113人の方が避難状態となります。全国では5万人近い人たちがまだ避難しているんですね。だから被災者とか避難者というのはまだまだいるということです。そしてこの人たちがなかなか減らないんです。減らないのはどうしてか。家がないんです。家を建てる算段が立たない。ですからもう期間だから仮設から出てください、みなし仮設から出てくださいと言われても、出ていくところがない。ですからこの人たちは後になれば後になるほど被災者としては困難の深い人たちです。だから人数が減っている状況にあります。避難者のほとんどは今復興住宅へ、そして自力再建の自宅へ、そして他所への移転、結局釜石にいた人たちがどんどん外に出ていって、仕事のあるところ、家の安心して住めるところにずんどん移ってしまって、人口減がどん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 進んでいます。道路も橋も街並みもだいぶ戻ってきています。その点では安心です。物は買えるようになりました。物資はもう何もいらないです。けれども被災地のこれからを考えるときに、何度も何度も引っ越しをした人たちの8年間の間に5度も6度も引っ越しをした、この人たちの精神的な影響っていうものは非常に深いです。それからもうその後も次々いろんな災害が起こってますので、東日本大震災っていうのもあったんですってねって言われる人たちがいてですね、忘れられか、何のニュースにもならなくなってしまった。そして、こう自分で自力で家を建てられて住み始めた人と、まだ仮設に残って、今はもう市からお尻叩かれて、早く出ていけ早く出ていけって言われているような人たちの格差の拡大ですね。格差が拡大し、絆絆って被災直後は言ってた、絆っていう言葉などを言う人はもう誰もいないです。そして何年も経った後にトラウマの発言っていうんですけどね、被災直後っていうのはもうそれどころじゃないから、食べ物だ、毛布だ、薬だ、それを求めて必死でしたので、自分がそんなに傷ついているっていうことに気がつかなかったんですよ。そういう人たちが大勢います。心の奥底にもこれを思い出さないように、ここの心の傷を思い出さないようにぐわーっと押し込めたものがですね、食べられるようになり、
街は安全になり、街灯がつき、信号が点滅するようになって、どん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 生活が戻ってくると、そういうことの心配が一つ一つ薄皮取るように恵まれて、どんどんなくなっていくと、隠してきたものが、これは阪神淡路の時と全く同じペースで全く同じように進んでいます。今人々がですね、この心の傷っていうものに直面し始めている。ところが誰ももうそういうことを話題しなくなったから言えないんです。今は辛いとか苦しいとか怖いとか言えなくなっていますね。そして多くの人たちは自分の長く生まれ育って住んできたところからみんなほとんどの人が離れていますので、コミュニティが壊れてしまいました。で、新しく住み始めたところでもう70、80のおじいちゃんおばあちゃんたちがですね、これから友達を作り、お茶飲み友達を作っていかなければならない。コミュニティはバラバラなんです。顔と名前の分かんない人はですね、この人本当に同じ復興住宅の住民かしらどうか分からない。外から入ってきていたずらでもしようとしている人かもしれないし、不安感いっぱいですよね。そういう中でこの人たち、人々のですね、コミュニティ、つながりというのをもう一度再生するのは大変なことなんですね。これはもう一朝にしてできることじゃありません。そしてこの津波が来なくてもあった問題がありました。仕事がない、収入がない、産業がない、そして高齢化、少子化、人口流出、孤独の増大というのは、これは釜石に限ったことじゃない、これ全国の問題、特に地方の都市はどこでもそうなんですけども、こういう問題があるんですね。こういう以前からあった地方に共通の問題に、今打たれている。しかもこの津波の経験がそれを加速したというふうに言うこともできます。被災地だからではもうないんです。皆さん、私の目から見ると、ね、霊的なこのメガネをつけてみれば、この地域も被災してますよね。津波は起こなかったかもしれないけど、人々の魂は被災してるんです。聖書はそれをずっと言ってますよね。神様を離れて人々が生きるっていうこと、その罪の状態に生きるっていうことは被災のようです。実に悲惨です。だから使える必要があるんです。教会は使える必要がある。この被災地だからじゃない、必要のない世界はないからです。教会の社会的責任と伝道の責任は終わることなく世の終わりまで続きます。で、私の現在の3つのミニストリーを紹介して終わりたいと思います。地域の必要に使える、これは社協の仕事ですね。2つ目は地域の教会に使える、牧師のいらっしゃらなくなった教会があるんですね。沿岸部には津波にやられて千世帯以上の、津波を受けた教会がいくつもありますね。そして全部それは無牧の教会です。牧師がいらっしゃらないんですね。で、3つ目は教会の改革連動です。地域の必要に使える働きとしては、この数々の復興住宅に使えてきました。復興住宅が一つできますと入居者の説明会が行われます。それから住民の交流会を釜石では市の方針で必ずどの復興住宅についても3回ずつやるんですね。1回目は顔合わせです。たまたま9時に当たったので同じ住宅に住むようになりました、これからよろしくってね、このために1回目。2回目はですね、住み始めてみてどうですか、しばらく経ちましたけど2ヶ月ぐらいの後に2回目やるんですね。そして、どんな課題がありますか。ある人はですね、戸を閉めたんだけどスーッと自然に開いちゃうんだよ、ね、立て付けが悪いわけですね。旧造りの復興住宅ですから、そういう問題がある。寒い、暑い、いろんなこと言いますね。そういう問題を出してもらいます。そして3回目はそれに答える機会なんですね。そうしたことをしている間に、こういうたくさんの住宅、共通の皆さん共通の問題があるので自治会作りましょう。何もなければ何も決められないので、ぜひ自治会を作りましょうというふうに持ちかけ、働きを私はずっとしてきました。これは市主催の自治会設立支援プロジェクトの会議の、様子です。町の役所の方たち、それから住宅を建築した人たち、また管理をしている人たち、一緒に働いている支援団体の方たちにみんなが集まってですね、同じ情報を共有します。それから自治会準備委員会を開いて、
自治会設立に向けて準備をしていく。亀市は全46箇所1314戸の復興住宅ができました。今までで自治会を発足できたのは23箇所まだ2センチのところは23箇所あるんですけども、そこはあの自治会が独自に必要のないところなので、まあ、今までの中ではほとんどのところに自治会を作ることができました。で、私はですね、この自治会設立の働きを中心的に担ってきたので、釜石の自治会っていうのは大体あの私たちが作ってきたんです。で、面白いのは一つはですね、自治会を作るときって規約が必要でしょ？規約。で、その規約、釜石の自治会の規約はほとんど教会の規約です。私がやったからどんな規約にしようっていうと、みんな企業の規約とか法人の規約とかひな形として持ってくるんですよ。でも人の集まりじゃないですか、自治会。教会と似てるんです。いろんな背景の違う人が一緒になって調和して生きていくための知恵っていうのは教会の規約の中に込められているんですね。教会はね、本当に素晴らしい財産を持ってるんです。社会に使えるために教会が持っているものを地域に提供するっていうことは本当に大きな力なんですね。そしてこれがいいって言うんですよ。こっちの方がいいって言うんですね。じゃあそうしようか、名前を入れ替えたり住所入れ替えたりするだけでほとんど教会の規約をこの23の自治会の皆さんが今それで動いてる。すごいでしょ。で、私の手柄話じゃないんですよ。教会が素晴らしいってことです。教会もっと自信を持ってもっと出ていってもっと教会の持っているものを社会に提供するっていうことによって社会に貢献することができます。それから、イオンタウンっていうところがありまして、そこでスポーツサロンをスポーツクラブでサロンをやってきました。これも市の主催を任されてずっとやってきました。そして住民の自主サロンがあちこちで行われています。まあ、それをなるべく数が増えるようになくならないで続くように様々な情報を提供したりしてお助けしています。それから地域の教会のことですけども、今あの定期的にお尋ねしている教会、このような教会です。大船渡の聖書バプテスト教会、気仙沼の教会2つあります。釜石には新世釜石教会と日本キリスト教団の教会が時々講談に呼ばれます。またアメージングレス教会もあの名前があの新しく変わりましたけれども釜石にあります。こうした教会をお助けするのも、私はどこどこの教会って決まった教会がないので、呼んでいただければどこにいても身軽に出かけていくことができますので、今本当にあの無牧の教会が説教者を必要としてますし牧師を必要としているんですけども、一つの教会で牧師を招ける教会はないんですね。大船渡の教会は2人です。教会は2人だけ、他の教会も7人とかですね、小さいんですね。とても普通に常識的に考えて牧師を呼べないでしょ。じゃあどうしたらいいのか。じゃあ私はまあ今、とりあえずの対象のために働いてますけれども、私の夢はですね、あの沿岸部のいくつかの教会が、いくつかの教会で一つの教会だと、で一人の牧師を招いて、牧師は毎週は来ないけれども回ってくる。牧師が来ないときには牧師がメールで送った牧師の説教を信徒が代読する。この間台風の時に私この、気仙沼聖書バプテスト教会に行けなかったんですよ。道が閉鎖になってて、それで私これやってみようと思った。その朝になってからこちらの教会の夫人にこれ送りますので、あなたが私の代わりに読んでください、これを説教の代わりにしてください。そしてうまくいきましたよ。あのパウロが巡回伝道したでしょ、テモテを連れて時々テモテを派遣して、いつもいつもパウロがいたわけじゃないんですけど、普段はその一個一個の教会の信徒の方の代表者が牧師のような立場で説教もするけれども、普段はそのようにしてやってたんです。初代教会はそうやってたんですよ。私は新しいことをやろうと言ってるんじゃなくて、初代教会がやってたことを回復したらどうですかと言ってるんです。それが沿岸部でできることじゃないか、そうすれば教会が沿岸部の岩手沿岸部の教会がみんな生きることができる。
もう何々教団何々教団なんて分かれてる時代じゃないんです。本当に一つになって主を一緒の声で、ね、崇める、そういうところにですね、もう一度回復する時が来てるんじゃないか。できないからとかいないからとかないからとか言わないで、できる方法を探していったら何のことはない。聖書の方法に立ち返っていく、聖書的な新約聖書的な教会に回復するために、この津波この被害というものがむしろ用いられるんじゃないかというふうに思っています。今そんな思いで教会開拓伝道をしています。土曜日に毎月2回ずつなんですけども、聖書を読む会を開いて、言葉の聖書に関心のある方たちがですね、少数ですけども楽しみに集まってきてくださっていて、これはもう2年目3年目かな、そう言っております。それから賛美歌を歌う会やってほしいっていう野口社の方たちがいらっしゃって、やりましょうっていう、この間始めました試合理解っていう、あなたのしはゆり、古いね賛美歌ありますけどその人たちは昔歌ったって言ってですね、賛美歌の最初の回の時にそれ持ってきてね、古い楽譜持ってきてこれ歌いたいって言って、じゃあこの回の名前はこれにしましょうって言って、白百合会、あまり工夫がない感じですよねそれから我が家に食事会で大勢の方たちを招いています。これは私の仕事上の同僚ですね。イオンサロンってさっき出てきましたけども、そのスポーツクラブの店長を呼んだり、関係ができると来てくれますね。ちょっと我が家に来ると御言葉が書いてあったり、家族の写真が全部ダラッと並んでますので、これは誰これは誰って話をしているうちに必ず信仰の話になります。本当に素晴らしいいい機会だと思います。そしてウクレレ会ですね。家内は英語の教師でしたので、釜石に行ってから少しずつ生徒が増えて、大勢の子どもたち の個人レッスンをしています。それから世界の子どもって名前にしてですね、釜石の子どもたち その国際感覚を養うことができるように、宣教師のお子さんたちに協力してもらって会を開いています。そしてボランティアとして矢渕さんたちおいでくださいます。香港からビッキー・ローさんという方たちが毎年毎年来てくださって料理を教えてくださっています。そしてクリスマス会を開いたりしました。新しい宣教師で小宮さんという人たちが赴任してきて、釜石に赴任してこられましたので一緒に協力をしています。逆に家内は新任の宣教師の日本語レッスンをしていますね。これも非常に必要な大事なことで、宣教師が入ってきやすくする、なかなか来てくれないから、せめてね現地の人間がいて待っててね、歓迎して日本語を教えてあげて、少しでも早く文化その土地にですね慣れ親しんで入っていくことができるように、また人と接点を作ることができるように、私はさまざまな人間的な接点がありますので、紹介をしたりですね、英語を教えてほしいっていうのは宣教師、ちょうど宣教師がいるよってね、アレンジしたりするっていうことも大切な仕事だと思っています。また多田さんっていうのは釜石の弁護士の方なんです。その奥さんがマリさんとおっしゃって、宣教師のお嬢さんなんですけども、クリスマスコンサートなさって、これはギター伴奏しているところなんですけども、この多田さんもですね、ここで任期が終わって仙台に戻ろうとしているんですけども、これからも定期的に釜石に来て、釜石の町のこのコミュニティの再生のために、また町の再生のためにこれからも弁護士として働き続けるというふうにおっしゃっています。で、彼らはクリスチャンですのでね、クリスチャンの弁護士がいるっていうことは社会的に強い影響力を持っているということですね。私は彼とこれからもコンタクトを続けてですね、彼は釜石からはいなくなりますけども影響力を持っててくださいますので、釜石にクリスチャンたちが協力をして、市にとって意味のあることですね、特に産業の再生とかコミュニティの再生とかですね、福祉の増進とか、こうしたことのためにクリスチャンが働いてくれているという証を立て続けていきたいと思っています。個人的な証をしている数々の方たちの写真を載せました。お坊さんの姿もありますね。このお坊さんは長野のお坊さんなんですけどね、悩んでますよ。高橋さん、お寺ってダメなんですよ。なんで牧師にそんなこと相談するのかね。お寺はね、先祖代々親から子へってね、世襲制ですから、お寺のお坊さんっていうのは。それがダメなんですよね。檀家制、あれ
は良くないと思います、ね、本当にダメだと思います。教会はどうやってるんですか教会のことを聞いてくれるんで、いや教会だってしょぼしょぼだよって言いながらですね、慰めたり励ましたりしながらですね、とてもヒューマンな人ですね。被災地のために一緒に働いて釜石にずっと通ってきてくれてくださってる方なんですけど、若いお坊さんとしては悩んでる。私たちは宗教者ですから、同じね、同じような悩みを持つんですね。そういう時に教会の牧師に相談するっていうのは大胆な人だなこの人もと思うんですけども、そういうことでここのつながりを持つことができてますね。そして彼の教会のクリスマス会がね、あ、教会じゃないな、彼のお寺のクリスマス会に呼ばれてクリスマスお話ししましたから俺はね牧師なんだからね、俺なんか呼んじゃうと本当に話しちゃうよいいの教会の牧師が聖書の話しちゃう、いいんです、だってクリスマスは教会じゃないですか、その本当の話してほしいんです、牧師じゃなきゃダメなんです、本物の話を聞かしたいんですって言うんですよ。いい人でしょこの人は大学の先生で、なんか私のことを研究してます。どうして牧師が牧師辞めて被災地に入って働いてるんだ、一般の方、この人もね大正大学ってお坊さんの大学なんですけどね、被災地で何が行われて宗教者が何を行ったかの研究してる人なんですね。私研究対象でなんか区分けされてるような気がするんですけども、まあ、そういう証を立てながらこうした方たちに、これ市の方ですね、でこれは県の職員の方たちです、バイク仲間になりました。あ、これはバンドですね、若い人とバンドやってます。ビジョン、イエスは答えて彼らに言われた、あなた方は言って自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい、目の見えないものが見、足のないたものが歩き、サラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられている、誰でも私につまずかないものは幸いです。これはイエス様がお答えになった言葉ですね。ご存知のようにバプテスマのヨハの弟子たちがイエス様のところに訪ねてきて、私たちが待つべきなのはあなたでしょうか、他の人ですか、あなたが救い主ですか、そうじゃないんですか、はっきり言ってくださいと聞いた時がありました。その時にイエス様が答えたんです。だから大事な言葉ですよね。イエス様が短くまとめてイエス様のお働きをこう描写されたんです。イエス様は目の見えないものが見、足のなえたものが歩き、サラートに侵されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、死人が生き返り、貧しい者たちに福音を述べ伝えておられたんです。これを見れば分量においてはイエス様はもちろん福音を述べ伝えておられました。ですからイエス様は口を用いて伝えることをなさっていたのは間違いないです。だからこれをやめるべきじゃありません。しかしもっと多くの言葉を費やしてイエス様は人々を助けているとおっしゃったんです。わかりますね、この分量の違い、色で分けました。これそのものが私たちが教会がどういう働きをすべきかをよく表しているのじゃないでしょうか。イエス様は多くの時間を使って人々を確かに助けておられたんです。そして貧しい者たちに福音を述べ伝えておられたんです。この量の違いと順番も大事じゃないでしょうか。私はそのように読んでいます。私はこの通りにしたいんです。この通りにする教会がイエス様の働きを共にしているんです。ですからこれが私のビジョンで、もう時間がなくなりましたのでこれ以上のことを喋りませんけれども、福音的な包括的な福音宣教、全部飛ばします。はい、あ、順番が違ってる。どうも本当にありがとうございます。よく聞いてくださいます。静かに働いて聞いてくださってありがとうございます。そしてこの最後の付け足しみたいな説教になっちゃったんですけども、皆さん印刷物に今日の中心の説教の箇所がありました。もう時間がこの時間ですので一言だけポイントだけ話したいと思います。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。でパウルは
フィリピンの教会に本当に世話になっていたんです。フィリピンの教会はパウロが伝道を始めた時にほぼ唯一支援した教会なんです。小さい教会でしたけれども、この教会はですね、パウロの伝道によって生まれてすぐにパウロの伝道の支援を始めたんです。そういう教会だったので、フィリピンの手紙を読むとよくわかりますね。4章しかない短い、手紙なんですけども、ありがとう、ありがとう、感謝、感謝、お礼を言ってます。そして賛美です。こんな手紙はパウロの手紙は他にもいくつもありますけども、こんな手紙は他にないです。本当にパウロはフィリピンのクリスチャンたちのことを思い出すとすごく喜んでるんですね。本当に感謝しているんです。なぜ？書いてある通り、私の身に起こったこと、これはパウロは今ローマで投獄されているんですけども、その投獄ということがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたい。パウロのことを心配しているフィリピンのクリスチャンたちに、安心していいぞ、心配するな、パウロが捕らえられたと聞いたときに、このクリスチャンたちはですね、パウロ先生の伝道にこれから冬の時代が来ると、パウロ先生が捕らえられてしまった、自由に動けないんですから、今までどこにでも出かけていきました、危険はありましたけれども、パウロはあちこちに出かけていきました。そして伝道したんです。たくさんの教会が生まれました。でもこれからは無理だ、どうしたらいいんだろう、本当に深刻な心を持って彼らは祈ってたと思いますけども、パウロはしばらく経って、いや、福音が前進している、それを知ってもらいたい、心配するな、それを彼はですね語りたくてこの手紙を書いたんです。それは2つの点で現れています。1つは、私がキリストのゆえに投獄されているということは親衛隊の全員とその他の全ての人にも明らかになったと言っています。親衛隊というのはローマ皇帝の直近の近衛兵だって言ったんですね。一番多かった時にはですね1万7000人ぐらいの大部隊になりました。この部隊はですね、ローマ軍全体の精鋭中の精鋭です。これは軍人として優秀なだけじゃなく、家柄が良くないとかね、貴族の出の人たちがほとんどなんですね。それから学識がないとダメです。この衛兵にはなれない、親衛隊にはなれないんですね。でそういう本当に社会、ローマ社会のですね、エリート中のエリートなんですよ。でローマ皇帝が移動すれば、彼らはそれについてずっと一緒について回るんですね。でこの親衛隊の全員にイエス様、私がキリストのゆえに投獄されているということが明らかになったって書いてあるんですね。これは素晴らしいでしょ。なぜ？パウロは捕らえられてるからなんですよ。捕らえられてるっていうことは不自由にしか見えないかもしれないけど、捕らえられているので彼を監視しに、この親衛隊の兵隊はですね、普通は4人1組ですね、3交代か4交代ですね、次々に見に来るんです。24時間彼は監視されてるんですよ。それは息の詰まる生活だったかもしれないけど、この衛兵は任務ですから、パウロのところに誰が訪ねてきて、パウロがどんなことを喋ったか、彼らは克明に記録するんです、ね、そして自分の部隊に帰ればそれを報告しなければならないんです。そうするとどうなりますか。俺が言ってた時はパウロこんなこと喋ってたよ、いやいやいや、その続きはこうだよで、使徒の働きの一番28章最後のところに言うと、2年半かなにわたってこの生活が続いたって書いてあります。こんなに長い間彼は監視されてたんですけど、パウロは最初はもちろんさすがに彼としてもですね、ああもうこれで自分はどうなるんだろうってちょっとね絶望したかもしれない、さすが鉄の男、彼も思ったかもしれないけども、2週間ぐらいでね彼をすぐに悟ったとします。これはいい。なぜならば自分が捕らえられてるんじゃないからです。彼らが捕らえられてるんです。この衛兵がどうしても任務だから嫌でも聞かなくちゃいけない、報告をしなくちゃいけない、そんなことが何年、1年以上2年続いて、みんなが
パウロが何で捉えられたか、その語る福音全部知るようになったんです。素晴らしいでしょう皆さん。ハレルヤ。こういうことがあるんですよ皆さん。だから私たちの身に降りかかる困難もね、考えてみた方がいいと思います。それは私たちにとって不自由かもしれない、困難かもしれない、また苦難かもしれないけれども、よくよく見るんです。信仰の目はそれでも開いていて、自分に降りかかっている困難を見るんです。本当にそれは困難だろうか、それは本当に絶望なんだろうか、パウロは理解しました。自分が捕らえられているんじゃなくて、親衛隊が私に捕らえられているんだ、彼らは任務だから嫌だって聞いてなくちゃいけないんです。伝道の相手としてこんなにやりやすい相手はないですよね。そうでしょう。私牧師として長く伝道してて、だいたい福音の核心に触れてくると、あ、もうそろそろいいですよ、ね、いい話聞きました、心が温まりましたなんてですね、教会から帰ってくる人がもうほとんどなんですよね。しかしパウロは違います。もっといいところに来ました。今まで自由に伝道してたよりももっといいんです。そして親衛隊といえば、そうやたらに近づけない人なんですね。こんにちはなんて言って、みかんかなんか持ってですね、訪ねて行って無駄話なんかできないんですよ。社会の上層部なんですからね。国会議員とかね、今誰になぞられたらいいかわからない、本当に特別な人たちのところに今までだったら近づいてはいけないんです。今まで一般庶民に広くイエス様を伝えました。これから社会の頂点に、今まで入っていけなかった世界に、届くことのできなかった階層の人たちに今伝道しているんです。だからパウロは思ったんです。福音の前進。二つ目は、また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより主にあって確信を与えられ、恐れることなくますます大胆に神の言葉を語るようになりました。これもいいでしょとパウロ言って、つまりパウロからすれば敵側である自分を捉えているローマの軍人の中に福音が伝わっていく、どん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 伝わっていく。また自分のことを心配してくれているローマのクリスチャンたち、数少ないクリスチャンだけども、彼らがパウロが捕まった以上、今度は俺たちが頑張んなきゃって奮起し始めたっていうんです。パウロ説がやられてしまったらもうダメだ、これ塩塩のパウロってですね、ダメになってしまったんじゃないんです。むしろこれからは私たちがみんな一人一人がやらなきゃダメだ、パウロ先生が一人でくるくる頑張ってるんじゃダメなんだ、自分たち信徒が一緒になってやらなきゃダメなんだって目覚めた人たちがですね、ますます大胆に神の言葉を語るようになった。外にも内にも福音が前進しているということをパウロは見て喜んでいます。もちろんそれに続けて、よからぬ動機で伝道する人もいるということが書いてありますね。党派心で伝道するってどういうことですか皆さん。誰かに勝つために伝道するってでもあるんだね。ありますよね。隣の教会がうまくいってるとなんとなく面白くないでしょ。そういうもんですよね。どこどこの教団は大きくていいな、なんかもう抱きすべき考えですよね。クリスチャンが考えることでしょうか。だけどそういうふうに考える人いるんです。残念ながらいるんです。でもパウロはいいよ、構わないよ、それでもいいよ、ちゃんと福音を間違いなく伝えてんだったら、動機がどうあれ、誰が名誉になるんであれ、誰の手柄になるんであれ、それは構わない。イエス様が伝わるんだったらそれで十分だ、私は喜ぶ、感謝だ。パウロはそういう思いなんですよ。だからパウロにとってどこを考えても福音がとどめられたとか働きが止まっちゃったとか何もないんです、何もないんです。福音は前進している。だから喜びな、心配するな、このまま行くぞ、お前たちはお前たちのいるところピリピの町で自分たちの使命に行きなさい、喜んで働きなさい。パラはそういう手紙を書いたんです。本当に素晴らしいですね。この前進という言葉はですね、軍人の用語なんです。軍隊の用語。パラいろんな言葉知ってましたね。これギリシャ語なんですけどね。この前進という言葉はですね、文字通り訳すと前もって切り倒すって言葉なんです。前もって切り倒す。どういうことかというと、ローマ軍っていうのはすごく合理的な軍隊だから、
大きな舞台を移動させるために途中に森があると切っちゃうんです。そしてまっすぐ来ます。一般の人たちが通ってる道をですね、ぐる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 ね、のんびりした行動はしないんです。ローマ軍ってのはバッバッバッって動くんですよ。そうするとね、邪魔者を切り倒すんです。川を埋めてしまうんです。それ全部隊を早く通す、その言葉をパウロ使ってるんです。前もって聞いた。これで分かるでしょ皆さん、パウロが何を考えていたか。自分が投獄されたというのは前もって切り倒す働きをしてるんだと彼は理解したんです。福音という本体がまっすぐ迅速に入っていくために、自分は今投獄されているのは前もって切り倒して、邪魔者を取っているんです。それが投獄だったっていうのはなかなか神様の素晴らしい皮肉というかな、ユーモアですね。神様は素晴らしいですね。そういう方です。だから皆さん、私もこんな思いでですね、釜石で続けたいと思います。皆さん方、この地域でですね、置かれている教会とどうぞお励みください。福音が前進しますから、困難の中でも前進しますから、お祈りしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちを導いてくださって、各々のところで主の働きに用いていてくださることを感謝します。今日話したことは、お集まりくださった方々お一人一人の個人的な家庭の中にも、あるいは夫婦関係ですとか、また会社での仕事上の関係、近隣との関係ですとか、さまざまなところに困難があるのじゃないかと想像します。お顔を拝見しているだけでは分かりません。その心の内に抱えている問題、課題、長く解決しないでいる、主にずっと叫んでいることを抱えて今日も礼拝においでになった方々もいらっしゃるのではないかと想像します。また教会としても、神様、このような本当に温かな素晴らしい教会でありながらも課題のない教会はないと思います。教会としてもどうぞ神様、個人としてもどうぞ神様、私たちも一人一人をお守りください。どうか困難に打ちしがれてしまうことなく、主の福音の前進を見ることができるように、主が実はどこで何をなさっているか、私たちこの肉の目には見えない霊の目を持って見開いて、あなた様の御働きを見ることができまするように、どうぞ教会を挙げて主に目を留めることができるように、お一人お一人を励ましてくださいますことを心からお願いいたします。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。今、お話を伺ってですね、なぜ高瀬先生の出会いがあったのかに神様を導いてくださったのか、こう分かる気がしますね。同じような教会観を、持たれていて、またこれからこの関係がどういうふうに、変わっていくのか、それもすごく楽しみに、感じています。改めてですね、高瀬先生に拍手。でさっきご案内しましたように、そこに、高橋先生の奥様のお証しが、書かれた記事が集合に挟んでありますので、とても素晴らしいお証しなので、ぜひお家に帰って読んでください。また、今後もっと具体的にですね、登録の支援のために私たちが何ができるか、あるいは時には私たちの教会の中から、ですね、希望される方がいたら一緒に、訪問したりとか、そんなことも高瀬先生と相談させていただければと思います。はい、感謝です。